ゆうゆうの日本語ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です皆さん元気にしていますでしょうか今日は2024年の4月22日月曜日にこのポッドキャストを撮っていますということでね4月もうすぐ終わりますけどもみな、えー、さんどんな1ヶ月を過ごしましたかあのー、僕はねみな、えー、さんのおかげで素敵な1ヶ月を過ごすことができました はいあのグループレッスンとかあの個人レッスンを受けてくれている人がねあの桜の季節っていうこともあっていろんな人が日本に行ってでいろんな人が日本の写真をたくさん撮ってあの僕に送ってくれたりとかあの僕のポッドキャストを聞いて「あのゆうさん僕の町の桜ですよ」って言ってねあの桜の写真を。 たくさんあのメールで送って皆さんに送ってもらってあのすごく嬉しい気持ちでいっぱいの1ヶ月だったかなと思います。はいということでねもうだいぶ日本のねほとんどのところでもう桜の季節は終わってしまいましたがはいどうですかね、えー、日本に住んでいる皆さん綺麗、えー、な桜を見ることができましたでしょうかはいあのインスタグラムを見ているとね本当にいろんな人が日本の桜を楽しんでくれていてね 嬉しいなあという気持ちでいっぱいでございますけどもね本当に綺麗ですよねはいあの桜ってねすごく綺麗だなと思うということであの先週のね、えー、僕の会話レッスンのテーマは「綺麗についてでしたであのグループレッスンでねそのみんなが綺麗だと思うものは何ですかっていうのを聞いてそ,それこそ景色だったりとか服とか建物とか文化 とかね優しい気持ちい,いなんかみんないろいろなね自分が綺麗だと思うものそしてどうして綺麗かっていうのをたくさん話してくれていてねであのー、すごくね面白い意見を皆さんたくさん話していていいなと思いましてねでそのグループレッスンのね最後のテーマがその桜がどうして綺麗かっていうねあのテーマだったんですねもう僕は当たり前のように桜 は綺麗なものだと思っていたんですけども中には学生の中には「いや桜ってみんなが言うほど綺麗ですか?」っていう学生がいたりとかね「あのいや桜がは確かに綺麗なんだけどあの早く終わってしまうのでよくない」っていうふうにねあの言ってくれる学生もいて「確かに」いや「みんな綺麗綺麗って言うけども なんでこんなに日本人は綺麗なのかなって綺、ね、麗だなって思うのかなって不思議に思いましてね。っていうのもあのお隣韓国の国の花はあのムグンファっていう、あのー、花でねこれどうしてこれ韓国の国の花になっているかっていうと、えっと、7月から10月までの間長い間綺麗な花が咲くんですね。でその長く咲く咲 っていうそのエネルギーが美しいということで、まあ、韓国の花になっているっていうお話を聞きまして確かに短く咲くから綺麗ってなんとなくそう思っていたんだけど別に長く咲くからエネルギーいっぱいで綺麗でもいいじゃないかと。ででもななんで日本人は1週間しか咲か咲い桜 桜をこんなにも綺麗な花だと思っているのかっていうのは何かしらの文化があって日本人は桜が綺麗だと思うんだとそこには多分歴史に何か答えがあるんじゃないかと思いまして、えっと、今回は、えー、日本人がどうして桜のことを綺麗だと思うのかっていうお話をしたいなと思います。はいちょっとね 面白い答えから言いますとひらがなが生まれたから日本人は桜を綺麗だと思うこれが答えですえ、ひらがなが生まれましただから日本人は桜を綺麗だと思うようになりましただとちょっとコンテクストが足りないですよねということで今から皆さんに日本の歴史の紹介をしたいなと思いますそれではよろしくお願いします アンポッドキャはい、ではですねこのひらがなが生まれたから日本人は桜を綺麗だと思うようになったこの答えを見つけるために日本の歴史を勉強していきたいなと思うんですけども、えー、日本の歴史のスタートは縄文時代です。 えーとね約今からね1万5千年ぐらい前のお話ですそこから約1万4千年長く続く時代がありましたでこの時代っていうのはあの森とか山とか湖の近くでサバイバルをする時代だったんですねでこの時代ね 長い間日本人は自然のもの、も例えば森の木の実を取ったりとか魚で、えーと、川とか湖とかで釣りをしたりとかあとはその森とかにいる動物を捕まえて食べたりとかをして、まあ、サバイバルゲームをですね、まあ、1万4,000年続けていたわけなんですよ。でここで日本人のアイデンティティが2つ生まれます。 一つは自然と神様ですまあつまりですねそのたくさん木の実が取れたりとか魚が取れたりとか動物が取れたりするっていうのは人間ではコントロールできないことつまり自然が OK だったらたくさん取れるけど、ね、天気が悪かったりとかしたら取れない。でその天気や自然というのは自分たちには コントロールできなないものなんだでそこから考え出されたのが自然の中にいる神様なんですねはい日本人はそのコントロールできないものにこう神様を見たわけなんですよでそれがえっ、ー、と日本のね、えー、と神社のベースになる神道古神道っていうんですけどっていう、まあ、宗教がこう考え出されましたであとはですね 1万4,000年もの間日本人はずーっと自然と一緒に生活をしてきたので自然のシチュエーションとか、ね、天気とか、ね、森の変化変わっていくのを見るのがすごく上手だったんですね。よく自然を観察するよく自然を見るっていう習慣がこの1万4,000年の間に、まあ、培われたわけなんですよ。ね 自然は神様ですごいことだすごいものだ私たちにはコントロールできないんだこれ一つ目で二つ目はその自然をよーく見ようよく観察しようっていうこの、えー、まあアビリティこの二つを縄文時代にゲットしましたでその後ですね、えー、弥生時代古墳時代飛鳥時代ってこう続いていくんですけどもこの時になると中国から仏教と 漢字が日本に入ってきますで日本人はびっくりしたわけですね当時日本人は文字がありませんでしたなのですべてこう知識とか考え方とかテクニックっていうのは話すことで伝えられていたんですけどもそうするとですね人の頭には限界があるので文化が進んでいかなかったわけですよいい意味でも悪い意味でもでも文字をゲットすることによって 自分の考えを保存できるキープできるわけなんですよっていうことで日本の文化レベルっていうのがすごく上がりました今までではできない、ね、農業、ね、自然のものを取っていたのではなく自分たちが果物や野菜やお米を作れるようになる、ね、大きい家だったりとか建物だったりとか街を作れるようになる そしてその町をコントロールするために政治ねいろんなねルールを決めることができる本当にね社会のレベルが上がっていったわけですそこで日本人の興味っていうのがとにかく中国からいろんなことを勉強しようそして社会のレベルを上げていこうっていうふうに考え方が変わっていくわけなんですね でそこで生まれたシステムが留学です日本人は船を作ってその船に頭のいい人たちを乗せて中国に送って中国のシステムとかねまあいろんな知識を学んできなさいっていうふうに,に送りましたこれは時代によって名前が変わるんですけども遣唐使と遣隋使遣隋使の方が先ですね。 っていうね、隋の国唐の国に勉強に行く留学生をまあ作ったわけなんですね。でそしてね薬の知識とか紙を作る知識とか宗教のことだったりとか法律のことだったりとかっていうのをとにかくたくさん勉強して奈良の平城京京都の平安京っていう大きい町を作ることに成功したわけなんですよ。 ただですね時代が変わりますえっ、ー、と894年今から、えー、1,100年前にこの遣唐使っていう留学生の、まあ、制度をなくしてしまうこれ廃止するっていうんですけどストップしてしてまうんですねこれ何でかっていうとですねこの、えー、900年頃の中国、えー、日本の歴史は唐っていう名前なんですけども唐の国 では自然災害いっぱい台風が来てしまったりとかあとは逆にあの雨が全然降らなかったりとかでまあその国がね大変なことになってしまうそれだけじゃなくて内乱って言って中国の中唐の国の中でいろんな戦争が起こってしまって街が崩れて壊れてしまってそんな,なんかね文化とか言ってられなくなってしまったんですね。 でそれの状況を見た、ね、えー、とある方が「中国に留学をするのはやめましょうと」とねただでさえ船で中国に行くっていうのはすごく危ないことなんだ。ねその半分以上の船は途中で沈んでしまって死んでしまう。ねちゃんと日本に帰ってこられるかわからない。せっっかく頭ががいいいいい人がいっぱいいるなら もう私たちが覚えたこととその漢字と文字で自分たちのルールとか自分たちの考えを作っていきませんかっていう風うにそのまあ、政府のね考え方が変わっていくわけなんですよそこで日本人はもう一度自分たちはどういう考え方をしているのか何を綺麗だと思うのかっていうのを考え直すそして今の生活も 考え直すそして日本らしい文化っていうのを作り始めていきますこれを国風文化漢字で書くと国風文化っていいますはい要は日本スタイルの文化を作っていくわけなんですよで文字と文化といえばそうなんです本なんですここで 日本人は男性女性いろんな人たちが本や物語を作るようになります。そしてその本や文化に影響を与えるのが縄文時代に日本人が感じてきた「自然は素晴らしい」そして「自然には神様がいて」 私たちなんか私たち人間なんかではコントロールできないもっと大きいものがあるこの考え方と平安時代ねその貴族のね本当に大きい家で住んでいるお金持ちたちの生活をミックスさせた小説が生まれます。はい、これが聞いたことあるかな「源氏物語」っていう小説です。そして この「源氏物語で」で当時の貴族お金持ちの素敵な生活と日本人の自然観自然は素晴らしいでもコントロールできないっていうのがマッチして桜を綺麗だと思う考え方が定着するわけなんですよ。でこの自然と綺麗が一緒になった考え方っていうのが 物の哀れっていう考え方ですはいそのもののれっていう考え方がこの国風文化によって生まれたのでだから今でも日本人は桜っていうのが綺麗なんだっていう心の中でむしろ心の底から思えるわけなんですね。ということで今からこのもののれ 貴族の生活と自然がミックスされるとどういう綺麗だっていう考え方が生まれるのかっていうのを紹介したいなと思いますゆうゆうの「ゆうゆうの日本語ポッドキャスト」。 はいといととうことで早速ねこの「もののれ」について紹介していきたいなと思うんですけどもののれの「もの」はこの世全てのもの運命だと思ってください。で「哀れっていうのは哀れむ」むっていう動詞から来ていますこれどういうアクションかっていうと共感する、まあ、つまり同じ気持ちになる大切に思うそしてかわいそうだと思うこのアクションを 憐れむって言いますだから運命を憐れむものの憐れになるわけなんですね、まあ、ちょっとイメージできないんですけど憐れむってどういうアクションかっていうと例えば雨の日に道で、ね、その捨てられている子犬を見つけましたうん、うん、かわいそうこんなにかわいいのに、ね、私が大切にしてあげたいっていう気持ちこれ憐れむですねとかね ある映画ですと一人の女性がいましたこの女性すごく美しくて仕事も頑張っている素敵な女性ですでも実は彼女の残りの人生はあと1年しかありませんでもその1年を頑張って生きている女性にかわいそうだなと思いながらもすごい頑張ってその1年私も大切に見るからねっていう気持ちになるねえ 運命を歩んでいるるかのように思える共感できる同じ気持ちになれるっていうのを憐れむって言いますで日本人はその自分でコントロールできないね運命に共感する憐れんで悲しく思ってそしてそれが美しいって感じるだから日本人はもののれで美しさを見るんだっていうふうに言われてるんですねで 自分でコントロールできないものって聞いて皆さんあれって思いませんでしたそうなんですよ日本人は自分でコントロールできないものをよく知ってるんです何かっていうと自然なんですねそうね縄文時代に森で生活していましたその日にいっぱい木の実が取れるかどうか魚が釣れるかどうかなんて自分のコントロールじゃない 自然にコントロールされて私たちが生きているとじゃあ祐介自然が綺麗でいいじゃないかとなんで自然と運命が一緒になっちゃったのやっぱ日本人おかしいよって思いませんここで出てくるのが紫式部さんの「源氏物語」なんですよ人間の人生や運命と自然は同じ「 コントロールできなないいもののんだっていうのを紫式部さんはこの小説で書いてこれで日本人はなんとなく今まで感じていた美しいものっていうのを言語化することに成功するんですねつまり言葉で説明することに成功するんですよ。ということで今からこの「源氏物語」はその自然と人の運命を どうつなげていったかっていうのを、まあ、皆さんに紹介したいなと思います。はい。で、この「源氏物語」どういうテーマの本かっていうと、ラブストーリーリですそう、愛なんですよ。愛と自然は同じだっていうふうに考えたと。すごいですよね。 はいまあ、どう同じなのかっていうのを今から説明していくとこの「源氏物語」っていうのは平安時代です主人公は光源氏っていう男の人ですこの人めちゃくちゃイケメンなんですでこの人が14人の女性と恋愛をする物語が「源氏物語」ですえ十14人ひどい男だな光源氏と。 そうなんですよ。14人の女性と恋愛をするんですよ。今から考えるととんでもないですよね。うんで、しかも。この時の女性の恋愛っていうのはとても苦しいものだったんですよ。どういうことかっていうと、ちょっとイメージできるかな？京都の大きいね。お城みたいな屋敷っていうんですけど、あるんですよ。で、そこに光源氏さんのね。恋人 a さん、恋人 b さん。 で隣の屋敷に恋人 C さん恋人 D さんっていうのが住んでいるわけなんですね。で男の人がつまり光源氏さんが会いたい女性に夜会いに行くわけなんですよなのでどんなに光源氏さんに会いたくても例えばえ C さんがいますとでも C さんのところには1年行っていませんとね A さん B さん A さん B さん D さん D さんのあとは A さんまた A さんのあとはもう一回 A さん B さんね最初に私の部屋に来てくれた時はあんなに愛してるってお前が一番,で一番だって言ってくれたのに今は手紙も書いてくれない会いに来てくれないどうしてよ光源氏っていう、まあ、状況になるわけなんですよで その光源氏さんを待っている C さんという女性はねいつ来るかわからない光源氏をずっと自分の部屋で待ちながら庭を見るわけなんですよそこにはもう花も咲いていない葉っぱもついていない桜の木があるんですねそして思うわけですよ私の人生って私の恋愛って桜みたい 長い間恋人がいなくてずっと待ってたである日光源氏さんっていうすごいイケメンの人が来てくれたで私のことが一番だって言ってくれてすごく大切にしてくれた本当に嬉しかったでも光源治さんが来てくれたのはその日一日だけあっという間に終わってしまったわそしたらもう私のことなんて忘れてしまったのね そうね桜も同じね桜が咲いている時桜の周りにはいろんな人が集まってきれいきれいって言ってるわでも桜の花が散った後夏になって葉っぱがついていても桜のことをきれいだって言ってくれる人は誰もいない秋になったら葉っぱなんてすぐ落ちてしまって冬になんかもう葉っぱなんて何もついてない誰も私のことなんて見てくれない でもいいつかか春が来るももしれないでもその春はつまり光源氏さんが来てくれてもすぐその嬉しい時間っていうのは終わってしまうのね桜あなたも大変でしょう私も大変よ一緒に次の春を待ちましょうねっていうふうに言うわけなんですよということでここに 女性の人生恋愛の人生と桜っていうこの綺麗な時は本当に一瞬だけ短く終わってしまうだからこそ美しいんだとでそれプラスこの小説っていうのは平安貴族平安時代のお金持ちの綺麗な着物を着ている綺麗な女性たちっていうのが描かれているわけなんですよなので読んでいる人は平安の綺麗な 着着物を着ている女性と桜はどちらも綺麗だとでもそんな女性たちでも長くは続かない自分たちでコントロールできないドラマがあるのねでもそれは美しいと思うわっていうことでこの「物の哀れ」っていう考え方が定着していくわけなんですよ。でそこから日本人っていうのは自然の中に 自分のコントロールできない自分の人生の運命を見出すようになったこれが物の哀れなんですねつまり季節のように春夏秋冬ってねどんどん変わっていくこの一年っていうのが自分の人生と似ているだからあの桜っていうのはその咲いているね あの花が綺麗なんではなく長くつらい冬をね過ごして頑張ってきて綺麗に咲いてでも桜が咲いてるときだけすごいって言ってくれるんだけどその後ねすぐ誰からも見られなくなってしまうだからこの見られているこの短い時間を大切にしようこの時間の綺麗をしっかり見ておこうって思うから桜が綺麗だって言うんですよ。 うーん何でしょうねこのやっぱ大切にしたいかわいそうだと思う同じ気持ちになることを桜にできるからこそやっぱり日本人にとって桜っていうのは綺麗だとこれで多分あなるほどねと平安時代の女性の美しいねその見た目と彼女らの悲しい人生っていうのが桜に似ているから美しいんだ面白いなって思ってくれたらいいかなと思いますはい。 ということでね、まあ、今回まとめになりますけども、ねいかがだったでしょうか。うん、ねどうですか皆さんこう空を見たりとか木とか花を見て自分の人生を考えたことってありますか。やっぱね見たなんか綺麗なものって見てあ色が綺麗で終わってしまうんですよね。そこからなんかコントロールできない自分の運命とか人生を考えないですよね。うん、いやこれがねできるようになったのは。 ね、縄文時代長い間日本人は自然と生活をしてきました、ね、その後たくさんお勉強して中国の漢字を覚えましたでその後自分たちのルーツをしっかり見ていこうっていうことでその恋愛のお話話と自然の話をミックスさせた源氏物語が生まれるだからこそひらがなが生まれたので日本人は桜をきれいだと思えるようになったわけなんですね。はい ということでねあのこの「もののれ」っていうのはあの桜だけではなく本当に自然のものとか、まあ、全てのこの世のものに、まあ、共感できた時に、まあ、美しいと思えるなそういう風になってくると思います。ね、別に桜じゃなくても家の近くに咲いている花だったりとか雲だったりとか、ね、夕焼け、ね、あの夕方の綺麗なオレンジ色の空とか、まあ、そういうのに、まあ、自分の人生を照らし合わせるっていうのも可能かなと思います。ね 本当にね、今の時代生きている私たちにとって、このもののあわれっていう考え方ってすっごく大切だと思うんですよ。なんだけどもね、できない。無理だよ。なかなかね、難しいと思います。このもののあわれを今私たちが感じることって。まあ理由は2つあって、1つは時間がない。2つ目は考える習慣がないってことですね。 うん、まあ、一つ目の時間がないっていうのは、まあ、もうその言葉の通りでね。宿題がいっぱいあったりとか、仕事がいっぱいあったりとかね。本当に毎日、時間に追われて生活をしていますよね。はい、もう家に帰ってきたらね、もう疲れて寝るだけだと。 うん、あとはこの2つ目の,この考える習慣がないっていうのがやっぱりエンターテインメントが多すぎるので自分の人生について深く考える時間がないしそんなことやってたら心が壊れちゃううんやっぱりねこのストレスの多いね社会で生活している私たちは空いている時間にするっていうのは忘れることねアニメを見て楽しい時間を過ごす YouTube を見て楽しい時間を過ごす、ね、映画を見てねこうドキドキするそして自分の人生のことをちょっとだけ忘れてでまた寝て次の日仕事に行く学校に行くっていうことをやってますよねそこでさ空いている時間にゆっくり自分の人生のこと私たちの生活のことについて考えようなんてできないですよねでもねなんかそんなね時代だからこそ ちょっとこう散歩に出かけたりとか会社に行くときねちょっとこう一駅前で降りてみてね歩いて会社に行ってねあの木を見てみてください空を見てみてくださいでその時にね自分の人生のことをちょっと考えてあこの空のね雲の形ねすごいこう大きいな隣は小さいなこれってなんか あの上司の大きさとこの左にいる小さい雲は俺みたいだなちっちゃいけど頑張ってるよなうんものの哀れだぜっていうのも全然ありだと思うんですよね。はいということでねそういう風に自然を見て自分の人生を考える瞬間習慣、まあ、つまりものの哀れを感じる習慣をね是非皆さんやってみてください。 はいということで最後にお知らせをさせてください。ゆゆの日本語ポッドキャストでは、えー、パトレオンをやっております。こういうね日本文化について皆さんにね楽しく紹介したいと思います。このポッドキャストを長く聞き続けたいという方はぜひね、あのー、サポートをしてくれるととても嬉しいです。パトレオンのリンクは、えー、とこのスポーティファイだったりとか YouTube の概要欄説明欄に書いてあります。はいであとですね、えー、さっきのねこ,このポッドキャストの、えー、スタートで皆さんに。 おお話話ししたんですけどもも会話レッスンもやっておりますあのねさっきもね言ったんですけどもこういう深いテーマについてまあ僕とディスカッションをしながら、まあ、日本文化だったりとか、まあ、日本人の考え方について学んでいくクラスになっています。 あのね、本当に僕が教えるだけではなくてそのクラスメート同士で自分の国の文化だったりとか自分の国の考え方っていうのを紹介しながら、まあ、日本人の考え方と比べて、ね、本当に日本の考え方だけではなく自分のこと自分の国のことも 学べるいいクラスになっているんじゃないかなと思いますのでぜひぜひこういう深い話でディスカッションしてみたいという方は、えー、このスポティファイの説明欄だったりとか YouTube の説明欄に書いてある、えー、とメールアドレスからインフォメーション欲しいですよっていうメールを送ってくださいすぐお返しいたしますはいということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ